おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日はね、豚こまでコロコロステーキです。まずね、付け合わせのこれなんだっけってピーマンとパプリカは乱切りにします。ね、もう1週間始まっちゃった。今週もさ、ゆるーく頑張ろう。で、ウインナーに切り込みです。カニカマはもう適当に切って、包丁の腹でベシベシベシって潰す、ほぐします。卵焼きの準備です。今日はね、カニ玉風の卵焼きにしました。そしてざっくり混ぜて、カニカマをドン、ネギをね、シャッシャッシャーってもう適当に入れます。で、今度はね、ちゃんとしっかり混ぜます。でね、豚こま肉は下味をつけます。分量はね、これです。だいたい今日の豚こまはね、150ぐらいだった。そしたらしっかり揉み込みます。ここでね、しっかりこうぐにゅぐにゅっていうの、なんていうの、揉み込んで、そしたらね、豚がほぐれない、ばらけないから。そして形をそれなりに整えて、まあこんな感じで整えればよかです。卵焼きから焼きます。分量はね、これです。今日もね、朝からよか天気です。めちゃくちゃいい天気ですよ。早くね、お家のことを終わらさないとね。この天気のいい日はさ、あの動きも軽やかなので、いろいろほら、月曜日はさ、とっ散らかってるからね、気合を入れて掃除をしないといかんです。このさ、カニ玉風の卵焼きもね、美味しいのよね。で、これで卵液が最後巻き終わりだ。そしたらね、ウインナーとパプリカを焼くよ。パプリカはね、プロセスパイスでペペッと味付けをします。そしたらね、これもそのままのフライパン、ごま油を熱します。そして豚こまステーキを焼きます。大体ね、片面3分ずつ焼いてます。そしたら裏返して、このね、豚こまステーキは残ったんだけど、私のお昼ご飯。
で今度はね、蓋をして3分ぐらい蒸し焼きにします。中までよか風に火が通らないとね、豚さんだからね。で焼き肉のタレをジャバッと、でこのタレをしっかり絡めます。豚こまステーキの出来上がりです。で焼き印をジューってジューって押す、詰めていきます。バランで仕切ってカップを敷いて、豚こまステーキから詰めます。豚こま肉でもさ、ゴロッとしてるから食べ応えがあってね、腹持ちも良かですよかですよって、はあ、でパプリカのソテーをその横に詰めてね、あの色が綺麗く出るように一応詰めてるつもりですそうしたらもう一回バランで仕切って、ウインナーをドンドンって、もうこのウインナーが大きいからね、存在感がすごいですそして卵焼きの端で底上げをして詰めます。で微調整、パプリカとかピーマンをね、ちょっともうちょっとぎゅうぎゅうに詰めていきますよ。で、ミニトマトをちょこんと。で、ご飯はね、塩昆布と梅干しです。で、今日のお弁当の出来上がりです。今日はね、こんな感じのお弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。